本日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は7時30分発快速急行大阪、失礼しました、7時30分発快速急行京都河原町行です。電車駅は重曹、淡路、茨城市、中月市、長岡天神、桂、山陰、大宮、烏丸です。北千里、天神バス筋6丁目方面は淡路で、嵐山方面は桂でお乗り換えください。京都河原町終点には8時16分に到着します。発車までしばらくお待ちください。車内ではマナーを守り、快適な車内環境づくりにご協力をお願いします。いたしました。ご乗車ありがとうございます。快速急行京都河原町行です。次は重曹です。重曹の次は淡路に停まります。重曹です。次は淡路に停まります。降りの際足元にご注意ください。出口は左側です。重曹です。続いて降りください。まもなく扉が閉まります。
快速急行京都川町行きです。停車駅は川町、茨城市、高槻市、長岡天神、桂、山陰、大宮、高島です。京都川町終点には8時16分に到着します。次は淡路です。着いた三台前北千里天神バス時6丁目方面はお乗り換えください。淡路の次は茨城市に停まります。不明の荷物や危険物がありましたら、たわらずに乗務員または駅係員までお知らせください。
停車にお乗り換えください。この先高槻市でも各駅停車と連絡します。出口は左側です。
心に止まります。神巻方面各駅には日高川の各駅停車に乗り換えください。出口は左側です。
神、長岡天神です。次は桂に停まります。西向こう方面各駅には次の各駅停車にお乗り換えください。出口は左側です。次は桂に停まります。
は三輪に停まります。西京極には次の各駅停車にお乗り換えください。出口は左側です。
右側です。出口は左側です。終点です。車内にお忘れ物ないようご注意ください。出口は左側です。